全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあ本日なんですが、名前は可愛いでおなじみヒロポンについてお話ししていきたいと思います。っていうのも僕の DM にこんなリクエストが来ました。タックさん、咳止めシロップの乱用が若者の間で流行っているという記事を見ました。こちら詳しく調べてまとめてくださいということです。まあこれなんじゃそりゃって感じだったんですけど、ちょっと調べてみると思ったより結構深刻な話だったんで、今日はその概要と過去に普通に市販で販売されていたがとんでもない理由で販売禁止になった商品というものについてお話ししていきたいと思います。じゃあ早速なんですけど、冒頭のこの咳止め薬とか風邪薬が若者の間で乱用されてるという件について調べてまとめてきました。それがですね、厚生労働省の研究班が2018年に全国の精神科医療機関約1500施設を対象に調査したところ、10代の薬物依存症の原因で最も多いのが咳止め薬と風邪薬だったという報告書が、実際に厚生労働省の汎用等の恐れのある市販薬の適正使用についてというもので報告されてたんですね。なんとこの市販の薬、薬物依存症の原因のうちなんと驚愕の約 40% ぐらいを占めていました。これはドラッグストアとかでも簡単に手に入る、そして安いというのが理由だと考えられてるんですけど、その成分が含まれてるもの、この上位を見てちょっとびっくりしたんですけど、それが皆さん風邪の時おなじみイブ、あとは聞いたことあると思いますナロンエース、まあこういった服用したことがあることが多いような一般的な薬がほとんどだったんですね。他にもですね、睡眠導入剤であるドリエル等の名前も上がっていました。これも薬局で見たことありますよね、あの青っぽいやつ。でもこの風邪薬を乱用するってどういう意味と思いますよね。実はこういった風邪薬の中には覚醒剤の原料であるエフェドリン、そして麻薬成分であるリン酸ジヒドロコデインというね、興奮作用を持つカフェインなどが含まれているという場合がありまして、例えばエフェドリンだとルルアタックエクストラプレミアム、こういったものに含まれるんですね。ちょいちょい出てるエフェドリンと覚醒剤の違いというのは、エフェドリンの還元反応によりメタンフェタミンが製造されて、そのエフェドリンを 10% 以上含むものは覚醒剤取締法で覚醒剤の原料に指定されているというものなんですね。さらにリン酸ジヒドロコデインも咳止めなどにもよく含まれています。これら成分は咳や頭痛を抑える一方で、飲みすぎてしまうと眠気や疲労感がなくなって、多幸感や頭が冴えたような感覚などの覚醒作用があるんですね。でこういった咳止め薬のほとんどが甘味料を加えて飲みやすくしているというものなんですけど、これをね乱用してしまうと薬物依存になるというケースが増えていますってことなんですね。もちろんですね、決まった用量用法を守っていれば決してね依存症になることってないんですけど、これを多く過剰摂取すると依存症になる危険性があって、まあ、それはねもちろんメーカーも発信しておりまして、あのテレビのコマーシャルとかで用法用量必ず守ってくださいとアナウンスが入りますよね。でもちょっと思ったと思うんですけど、じゃあなんでその取りすぎたら危ないものが市販で販売されてるのかって気になりませんか？大丈夫かよと思ったと思うんですけど、これよくよく考えると、実はですね、そもそも摂取しすぎると危険だよってもの、これすごい身の回りあるんですよ。まあ身近なものでいくとナツメグ、これ料理とかに使われる香辛料なんですけど、まあこれもですね別動画では解説してるんですけど、過剰摂取とされるのは成人の場合たったの 5g から 10g ぐらいなんですね。症状としては呼吸困難とかめまい、幻覚、嘔吐、こういった症状に陥ることがあるんですね。大体24時間以内で回復するんですけど、場合によっては2日3日ぐらいこれが続くことがあると言います。まあ、そして一番身近なのはおそらくカフェインですよね。このカフェインの致死量についてはいろいろ説があるんですけど、専門家によると短時間で摂取した場合の目安っていうのが 3g ほどだと言います。大体 200ml のコーヒー1杯には約 0.12g のカフェインが含まれてるんで、致死量の目安の 3g のカフェインはコーヒーでいうと大体25杯分ということですね。まあ、あの短時間で25杯飲む人ってあんまいないと思うんですけど、まあ、さらに言うと生きる上では欠かせない水、これもですね実は飲みすぎると危険でして、まあ、明確な基準っていうのはないんですけど、1日の水分摂取が4リットルや6リットルを超えて、まあ、それをね短期で飲んでしまった場合には水の飲みすぎによって水中毒というものになる危険性があるんですね。このようにですね、どういったものでも過剰摂取した場合には体にとって危険なことになるんですね。ではその基準として、なぜそれで販売停止になるものとならないものがあるかと言いますと、それはその主となる天然の成分が規制されてるかどうかの違いなんですね。カフェインとか海外で規制されてる国もあるんですけど、日本ではカフェインというのは規制されてないので、別にコーヒーとか箱買いしまくっても大丈夫なんですよ。じゃあこういった市販の風邪薬とか規制されてないのか、実はですねこれもしっかりと規制はされてます。それがですね、医薬品医療機器等法施行規定第15条の2の規定に基づいて、汎用等の恐れのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品、これ画面に6つぐらい出てると思うんですけど、これについては原則1人1つ、まあ1箱とか1瓶等ですね、それだけを販売するってことが法令等で規制されてるんですね。なのでそういった薬を若い方が買うときには、氏名や年齢、あとは他の店舗からの購入状況とか、あとは購入理由ですよね、まあ、そういったいくつかの確認とかが必要なんですけど、まあ、皆さんもドリエル買おうとしたときに聞かれたりとかしたことある方いると思うんですよ。ただやっぱりこれ抜け道はありますよね。まあ、10人で店に1人ずつ入ってて買えばいいとか、かといってそれを完全に規制するのって難しいですよね。ただ中にはですね、まあ、今日の本題なんですけど、規制のみならず販売自体が完全に禁止されたというものがあって、それがタイトルにもありますヒロポンです。ちょっとこれ知らない今若い世代の方多いと思うんですけど、このヒロポンがもうざっくり何かっていうと、もう要は覚醒剤そのものなんですよ。まあ、つまりは過去に覚醒剤が、まあ、今のレッドブルみたいに普通に販売されてて結局禁止になったという過去があるんですね。その流れとしては、
1951年に制定された覚醒剤取締法、これによって明確に違法薬物に指定されて、今はですね医療とかの限られた場所でしか使用ができないんですね。なのでもう一般の人が手に入れようとしてもかなり入手は困難ですよね。じゃあなぜそのように変化していったか、まずこのヒロポンの歴史を調べてきました。まずこのヒロポンというのは商品名で、まあ、正式な薬名はメタンフェタミンというもの。こちら大日本製薬が発売した昭和24年1949年に販売開始されたものなんですけど、この成分の抽出に成功したのっていうのがこれ実は日本人でして、後の近代薬学の祖と呼ばれることになる薬学者の永井長吉という人物です。魔王によりエフェドリンを単離させて、まあ、世界で初めてこれをエフェドリンと命名、その後誘導体のアンフェタミン類までも抽出合成することに成功したんですね。でこのメタンフェタミンは当初ですね喘息の薬として使われてたんですけど、この喘息治療薬のエフェドリンの合成過程から誘導されるアンフェタミン類、つまりアンフェタミンとメタンフェタミンのうちメチル基のついてるメタンフェタミンの方が抽出されて、それが後のヒロポになったんですね。これ何に使われてたかというと、主に戦時中ですね、工場で働いていた方の眠気覚ましとかに使われてたんですね。まあ皆さんのこのイメージする覚醒剤の使い方って、粉を鼻から吸い込んだりとか、スプーンに乗せてライターで炙ったものを吸い込むといった海外ドラマとかでよく見る方法あると思うんですけど、この当時のヒロポンどうやって使用してたかっていうと、静脈注射っていうのが一般的で、このヒロポンを使うといえば注射を打つことだったんですよ。なので実際薬局では注射器ごとこのヒロポンが販売されていたりとか、同じ注射器を仲間と使い回すこともよくあったらしいんですよ。今考えたらものすごい時代ですよね。でも、まあ、一説では戦時中の軍の特攻隊が特攻前にチョコレートとかお酒が配られてたんですけど、食べるとですねものすごい眠気が飛んでいったという話があったんですよ。でこれ実際記録には残ってないんですけど、まあ、それを製造していた方のインタビューで、特攻する前の恐怖心をなくすためにこういったものには覚醒剤が入っていたと、まあ、そういった記事も残ってたんですね。これ気になる方はぜひ調べてみてください。つまり、まあ、これほどの劇薬ですから、戦後、まあ、終戦した後も若者の中毒者が続出してしまって、保健衛生上の観点から覚醒剤の取締法というのができたんですね。さらにこの覚醒剤取締法ができた後ですね、今ぐらい厳しくなった背景にはものすごい大きな事件が起きたんですよ。それがですね京子ちゃん事件と呼ばれるものです。この事件の概要としては、1954年、この4月19日東京都文京区の元町小学校にて2年生の女の子が授業中にトイレに行くっつって友人たちに伝えて教室から出て行ったんですけど、授業が始まっても全然戻ってこなかったんですね。担任はですね、なんかもしかしたら忘れ物でも取りに戻ったんじゃないかということで、まあ、あまり気にしてなかったんですけど、いよいよ2時間ぐらい経過しても戻らなかったんですよ。でなんかおかしいよねっつって学校の中を手分けしてクラスの人と先生で探してみたところですね、正面玄関横にあったトイレ内にて、なんとこの子は遺体で発見されたんですね。発見された時下着を口に詰められ暴行された上絞殺されていたんですね。でその後の警察によってトイレの配管からこの容疑者のものと思われるイニシャル入りのハンカチが発見されて、その数日後に犯人を強姦致死容疑で逮捕したんですけど、この犯人っていうのが静岡県の療養所で結核治療中だったんですけど、このヒロポン中毒で問題ばっかり起こしてて、この事件当時も無断で外出して周囲を散歩して、で自分がトイレをしたくなって勝手に学校に入って借りた時にこの少女をたまたま見つけて犯行に及んだんですね。そしてこの事件はですね1956年の10月死刑判決が確定したんですね。この事件も内容が内容だっただけに、裁判が始まってから1年半という驚異のスピードで判決が出たといいます。結果ですね、これは薬物犯罪を伴った殺人事件だということで、この事件を機にですね覚醒剤取締法が厳罰化、全国の学校の安全対策が見直されるきっかけになったんですね。まあ、さらにこれきっかけとは言いましたけど、副作用とか後遺症っていうのは当時からものすごい危険視されてて、まあ、この有名なエピソードでいくと、マロービートたけしさんがですね過去に先輩芸人がヒロポンを使用してどんどん壊れていく姿を実際目の当たりにしてるから、当時も絶対手を出さずに番組内でもあれはやったら終わりだよと発言したというのが有名です。で、まあ、ここはね言わなくても皆さん学校とかでも散々聞いてきたと思うんですけど、まあ、この覚醒剤っていうのは習慣性とか依存性が極めて恐ろしい薬で、精神を興奮させるという作用があって、一時的に陶酔感とか疾走感、疲労感からの解放といった現象があるんですけど、この薬の効果が切れた時倦怠感、虚脱感を覚えてかなり憂鬱な気分に襲われます。それは気分だけじゃなくて急激に痩せたりとか顔色が悪くなったりとか体は不調そのもの、こういった身体的症状と、さらに怖いのが壁や天井のシミが虫とか小動物に見える、自分を殺そうとして誰かが狙っているとか、そのようなものすごいひどい幻覚や妄想、そして幻聴の精神障害も起きて、その症状を和らげるためには覚醒剤を繰り返し使用することしかないんですね。さらにこの薬だけじゃなくて、基本的にこういうものを扱っている人は裏社会の人間だけです。なので一度関係を持ってしまうと絶対にあなたたちを逃がしてくれません。一度服用すると自分だけじゃなくて家族や友人といった周りの人まで全員不幸にしてしまうので、何回も言いますが、こういったものにね安易に手を出さないようにしてください。そしてこの10代の若者の風邪薬の乱用に関して、結果として乱用してよかったなって絶対ならないんですよ。自分の体をボロボロにして依存症にして、その依存症から立ち直るのには何年かかるか、これも分からないんですよ。なのでね、こういったものが本格的に事件になると、まあ、こういった規制はさらに厳しくなるでしょうし、まあ、そういったことをやってねいいことっていうのは一つもないと思います。ただ昔より医学っていうのも進歩して、今売られてるものが体に対してどんな作用を起こすのか使用前から分かるってことが多いので、これからね販売停止の商品が出るっていう可能性はすごい低いと思うんですけど、これをきっかけでね本格的な薬物を使用するゲートドラッグになったりとかすることもあるので、必ずね繰り返し言います。
ますが、用法とか容量は守ってください。はい、ということで今日は以上でございます。まあ、シラフが一番ということですね。ぜひこの動画に関する皆さんの感想やご意見ありましたらコメント欄までお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。